の先生あるある、全部の申し訳ない。はい、ということで今日はね、もう大好評の塾の先生ある、今からいろいろお題出しますから、一致したらポイント。ぜひ画面見てる方も一緒に考えてください。考えてください。ビリ は今日の罰ゲーム、罰ゲームは、はい、塾の先生のもの。おお、じゃあ難しい、塾の先生のものまで見ちゃう。はい、じゃあやりましょう。はい、第1問、塾の先生の授業中あるある。うわ、難しい。塾の先生の授業の様子を一言かけて。そう、塾の先生の授業の様子、よっ、せーの、伸び、はい、あ、腕、シャツ腕まくり、ズボンを開ける、あれでしょ、黒板消しを使わず手で消す、うん、ああ、最初の挨拶っぽいです。おお、言われてみれば、これは合わないよ、合わないよ、合わないよ。ズボンを上げる、ズボンを上げるわ。これですよ。続いて第2問、塾で宿題を忘れた時あるある。ああ、それは先生ね、先生の様子ね。そうね、よっ、せーの、ドン、はい、どういうこと、どうしてできなかったの、受かる気あるの、なんでやってこないの。早口これだから OK。 おっ、いいぞ。 0.5 くらい、 0.5 くらいしますか。ポイント。続いて第3問、塾長あるある。これはこれはこれはなんだろう。よっ、せーの、ドン、はい、全体の見回り、各教室を見回る。おお、教室も動きに来る。お、教室に入ってニコッとして帰る。おお、全部の教室で、みんなちょっと振り返って、うん、すごい気持ちになって、ニコッとして帰る。塾長だよね、でも誰の塾長なの。これは続いて第4問、塾の先生が怒った時あるある。それは人それぞれじゃん。せーの、ドン、他の生徒に飛び火する、生徒を無視する、これ机や黒板をドンと、怒った後は質問に行く、生徒が勇者になる。やりそうやな、この3つ。お前も気をつけろよ、飛び火してくる。あ、クラス全体に全体にそう。ママの質問。そう。続いてはこちら、受付の人あるある。わー、これ受付さ、いる塾といない塾があるから、まあいるという想定でやる、想定でやりますか。せーの、ドン、優しい、優しい、優しい。おー、よっしゃー。いや、やけに明るい、やけに明るいか。もう入ったら、こんにちはってずっと言ってたっけな。あー、さっき言った怒られた人が、あ、助けを求めに来たんですけど。そうなんだ、そうしか受け付け来たくなっちゃうよ。はい、ということで、お、2.5 2.5 2.5。やばい。最後の問題、こちら、入試前日の先生あるある。あら、感動的です。これはもう、じゃこんなことを言う系。あ、オーケー、そうか、よっ、せーの、はい、いきます、せーの、ドン、今まで通りやってこい、いつも通りで、おお、今までの力を信じて、おお、最後までおお、いってくれるよね。いやいやいや、これも言うんですけど、それも分かる。これは当日の会えたらね、当日会えたら、難しいですよね。そうそう、いつも通りってね、言っちゃうんだけど難しいですね。難しいです。結果発表。はい、ということで、はい、自分が3ポイントだ、はい、で、何ポイント？ 3.5 3.5 3ポイント3ポイント、 1.5 です。ということで、ということで皆さん、桑野の罰ゲーム塾の先生のものまで、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、どうもこんにちは。皆さん、今日もね、授業やっていきますよ。元気にやっていきましょう。はい、じゃあ今日ね、まず宿題出てました。宿題チェックからいきましょう。まず今日宿題やってきた人、あれ、なんで宿題やってきてないの。部活、みんな部活あるけどやってきてるよ。次回絶対やってこいよ。 OK、 じゃあ答え合わせからいきましょう。まず1番できた人、はい、タクヤ行こう。1番、そう、1、OK、1番、これできた人、お前宿題やってねえだろ。